彼はいない。静岡市会議員、松田達夫兄へ、下川義太郎。4月16日、彼はいなくなった。彼は、俺たちの目から消されていった。寝床は靴に破られ、天井も床下も、ゴミ片までもさらわれた。昨日まで、勝利を背負っていた彼、外貨のときめきに、 闘争に胸を躍らしていた彼。六十三名のブル候補の中に、ただ一人の俺たちの代表に出た彼。町の労働者と村の農民の勝利の声を背負った彼。彼。労農同盟選出、静岡市会議員。俺たちは踊った、ごまかしだらけの司会を、俺たちの手が握りつぶすぞ。おおその喜びも瞬間。 その感激は、たった三日間、呼んでも、叫んでも、わめいても、彼は、俺たちの手に戻ってこない。おお、彼の声がする。未だはっきりと、彼の叫びが耳に残る。牢獄よ来い、公主代よ来い。自分は、死をとして、諸君のために戦うことを、この壇上から誓うものである。彼の行くところ、 彼の消されたところ。今日は、メーデー。思い起こす去年のメーデー。彼は、輝けるリーダー。無数の足取りと合唱の中に、彼の姿は、殺走と先頭に、奴らの肝っ玉を震え上がらした。一年経ったこのメーデーに、無数の足取りと合唱は、去年に増して、街道を練って行くけれど、彼はいない。 彼の声は聞こえない。おそらく、牢獄の高窓を通して、おそらく、留置場の壁を通して、あるいは、そうだ、あるいは、ギロチン大に血みどろになって、彼は聞いていよう。今日の、メーデーの合唱を、今日の、メーデーの足取りを。おお彼、彼、帰ってこない彼。 君泥の彼だが、彼、夢にも見よ。今、俺たちは、メーデーのデモの中に、俺たちは、俺たちの血をすすって、同志の復讐をちぎっているぞ戦記、1929年5月号に発表。同年7月、戦記者間1929年版。 日本プロレタリア刺しを底本。